今からもう50年前の昭和49年、3ドアの冷蔵庫がとても立派に見えて憧れたあの時代、忘れかけていた思い出、一緒に思い出してみませんか。フィンガーファイブのアキラくんのことが好きな友達がたくさんいた。あのカリスマ性はとても13歳とは思えない。子供たちの憧れ、ローラースルー55。走るスピードより速く走り、坂道はステップに座って進む姿を見て持っている友達が羨ましかった。もしも手に入れられたらどこまでも行けるんだろうと思った。ユリゲラーがテレビで見せたスプーン曲げ、僕にもできるんではないのかと必死にスプーンをこすった。ユリゲラーの念力で壊れた時計を直そうとテレビに近づけたけれど動かなかった。次の日学校へ行ったら壊れた時計が動いた友達、給食の時間にスプーンを力ずくで曲げる友達、たくさんいましたよね。お風呂屋さんとかの靴箱やロッカーは3番が空いていたらもちろん使います。でも3番はいつも人気で使われていましたよね。巨人の長嶋茂雄選手の引退、長嶋選手の引退のこの日はとにかく急いで家に帰った。4番サード長嶋、今聞いても泣けてくる。我が巨人軍は永久に不滅です。最後の散り際の瞬間まで僕らをワクワクさせてくれた。超合金マジンガー Z が発売され、箱に貼られた超合金のシールを見て、何かすごい鉄を使っているんだろうと思った。悲劇、感激、カレーはやっぱり未だにアーモンドカレーですよね。そしてカレーといえばリンゴと蜂蜜。ロボコン0点、ドジな居候、頑張れロボコン。僕のうちにも居候してほしかった。そしてたくさんのロボコンのクラスメートも見ていたらワクワクした。エクソシスト、夜になったらたまに思い出してものすごく怖かった。
近頃気になることがある。歯槽膿漏の予防にはガードハロー。この両手を上げて喜ぶポーズはガッツポーズと呼ばれるようになった。宇宙戦艦ヤマト、ヤマトを見たことない人でも歌は歌えますよね。ドリフターズに志村けんさんが加入したけれど、最初はあまり人気がなかったんですよね。セブンイレブン1号店が東京の豊洲にオープンした。朝7時から買い物ができる、夜8時を回っていても買い物ができる、そんな時間に買い物する人がいるのかななんて思いました。29年間命令を待ち続け戦い続けた日本の英雄。教えておじいさん、教えてアルムのモビの木を。